にちは、井川直介です。はい、久しぶりのまた動画投稿になります。お盆で別に、どこかに行ってたわけではなくて、ずっと仕事をしておりまして、ちょっと他にいろいろバタバタしてまして忙しかったので、ちょっと動画上げるのが遅れて申し訳ございません。はい、では、今日ですね、質問者様の回答をちょっとしていきたいなというふうに思っております。見ています、ありがとうございます。1、検索項目を一つにして何個か、何項目か作りたいのですが、一個一個独立した形でと。で2、順に絞り込んでいく。検索結果、検索1で出た結果を2で絞り込んでいくのはできますかと。よろしくお願いいたします。勉強中の準高齢者ですということですね。はい、勉強に、高齢者は関係ありませんので、はい、お互いに頑張っていきましょう。では早速紹介をしていきたいと思います。はい、一応これ今私が作ったデータベースになってまして、前回競馬のソフトを1万5000円で販売するというソフトの中から、一例を紹介をしていきたいと思います。はい、まずこの予想コメント出力というところがありまして、予想コメント出力っていうのは一応テーブルでなっておりまして、ここにMT 予想コメントっていうのがあります。でこれを順にこれをテーブル化する、これをまずこれで検索フォームを作ります。やり方は、その他のフォームを選択しまして、複数のアイテムしばしお待ちを。はい、あ、間違えちゃいましたね、ごめんなさい。これを開いた状態で作成の、その他のフォーム、まあ、こんな感じで、でこんな感じでいくと、まあ、場所をと整えていきますと、こういうものが出てきます。で、例えば、6月、あ、まあいいや、じゃあ7月、これ9月だ、7月21日の函館の、例えば01レースっていうふうにすると、このように、仕込むこと、選択をすることができます。これは選択の解除というふうにすると、また元に戻るということになります。で、どういうことを私が今やってるかというと、ここの、日時と馬場とレース番号のところに、そもそも、ここが更新されたら、まず一発目、日時で絞り込みをかけて、馬場が、更新されたら、日時と馬場でこうさらに絞り込みをかけて、レース番号が入ったら、レース番号を絞り込むというふうになっております。で、このようになってます。まずまあ、これ一応バーバー検索っていう風になってるんですけれども、考え方はこのような考え方になります。まずこの DIM っていうこの3つ、DAO データベースレコードセットストリングという風になりまして、重要なのはもうここは決まり文句なんですね。ここは決まり文句です。でここで検索する用語をまず宣言しておりますので、ストリング文字型ということの変数を宣言しています。でここもまあ決まり文句なんで、ここはよしてるさんですかね、よしてるさんが検索したいクエリー、それからテーブルの名前を書いてください。で、この、スターフィルっていうんですかね、まあ、これも勝手に私がつけたとこなんですけど、ここで、日時検索、つまりこことここが等しいものを、やってねっていうふうにしてるんですね。であとはこんな感じ、こんな感じっていうのもあれなんですけど、2つ目のところにはさらに検索条件を付け足して、3つ目のところにはこの条件を付け足すということをそれぞれ仕込んでおります。で、この選択の解除っていうのは何ですかね、選択の解除っていうのは確か検索フォームのところで、この解除の方法は一緒ですのでということで、そのコードを丸々パクってます。ちょっとやってみましょうか。まあ
これどういう仕掛けになってるかというと、8月4日の、札幌の01で入って、ここのところに、といってコメント出力っていうふうにすると、このテストっていうのが出来上がってて、遅くてすみませんね。はい、皆さんお盆いかがでしたでしょうか。北海道なんか天気が悪くてですね、出てきましたね。はい、こんな感じで、CSV 出力されてこういう風になるっていうのもあれなんですけど、出てくる仕掛けができておりますということですね。で、もう一個なんですけど、これが、質問者様に対する回答になります。ほいで、もう一個なんですけど、この検索フォームっていうのがありまして、多分ね、これが検索フォームのもう決定版的なものじゃないかなというふうに思います。はい、例えば、これどういうふうになってるかっていうと、それぞれここのところに、見てお分かりになっていただけますかね。ここです。ここの ところにそれぞれ検索用のフォームを作ってます。で、ここで、チェックを入れることによって、どのフォームを検索するかということができます。例えば、じゃあコンビにしてみましょう。で、開始日時、例えば、8月4日から、8月5日の競馬場、どこなんだろう、やってるのは、多分新潟やってますね。新潟の、例えば、10レースでレコードの検索っていうふうにすると、このように出てくるというふうになっております。で、まあ、いろんな検索ができるんですけれども、ここの検索フォームのその決定版っていうか、これは何をやってるかっていうと、これも考え方は一緒なんですね。ここをクリックしたらということで、出てきました。ここのところでずっと変数を私の方でこう宣言をしておりまして、セレクトケース、トゥルー、ここ、どっかチェックが入ったら、つまり、この場合だと2、ここが1、2、3っていうふうにこの値が振られてるので、ここがチェックが入ったら、ここが2の時だったら、まず変数、このいわゆる、マイスター、これがさっき言ったスターフィールと一緒なんですけど、ここで変数を宣言して1回変数を空にします。で、ここが日付に変更できたら、このように書きなさい。どっちか片っぽに日付が入ってもやりなさいっていうのを、どん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 条件を付け足していって終わりというふうになります。つまりこのマイスターが、一発目の日付を検索し、日付の条件を判定し、馬場の条件を判定し、そして馬名の判定をし、レースの判定をし、コンピ指数の判定をし、レーティング指数を判定し、そして成績を判定すると。で、もし何も入っていなかったら、検索条件を入れてくれというような、仕組みになっております。で、これは、どうしてるかっていうと、このマイスター、このマイスターですね、このマイスターというところに、ここに文字が入った分だけの条件をどん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 継ぎ足していきなさいというふうになっております。おそらくなんですけど、皆さんが使っている会社のデータベースっていうのは多分ですね、こんな、
こういうところで検索をするとかっていうのは、まあ、ほぼほぼないんじゃないかなというふうに思います。はい、だいたい検索画面が出てきて、そこに何か、検索要件をポン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 と入れてって検索をするというような形になっていると思います。その検索条件の、ことは何をやってるかっていうと、まあ考え方は一緒だと思うんですけれども、まずこのマイスターという、検索する用語の変数を定義をして、で、必ず変数っていうのは1回はこれ空にします。なんか入ってたら検索できなくなっちゃうんで、1回空にしてから、ここの変数、ここの変数、ここの変数で、ここの変数、ここの変数、つまり、変数がどん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 変更していったときに、このマイスターはアンドでつなげます。アンドでつなげる、ここの条件がもしあったら、このマイスターは前回の条件を引き継いで、これっていうふうに条件をどん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 足していくというのが検索フォームになりますね。はい、でいつもでしたらですね、皆さんにこれサンプルフォーム持ってってくださいというふうに、言うんですけれども、意地悪をするわけではないんですが、一応これ私の売り物なので、今回のこの、ものに関しては申し訳ございませんが、お渡しすることができないです。プラスして、何ですかね、ここのところになんですけど、これがコンピ指数っていうのがこうずっと入っておりまして、このコンピ指数っていうのは日刊スポーツの、多分著作権がついてるものになります。このレーティングっていうのもここに、レーティング指数っていうのが入ってるんですが、これも競馬道オンラインの方に、所属するものになりますので、ちょっとね、皆さんはまあ競馬とか興味はないと思いますので、こんな数字が何だって思われるかもしれませんが、こういうものがあるので、ちょっと今回この、サンプルフォームをちょっとお渡しすることはできませんが、私のホームページの方にその、コードを、コードはね、別に僕が書いたものなので、コードをポンと貼っておきますので、参考にしてみてください。はい、おそらくこれが、検索フォーム、これがっていうか、多分この検索方法、ね、どこかの検索方法を選んで、ひょいひょいひょいと何か入れていくと、ポンと出てくるっていうのが、一番検索フォームの、まあ、最高峰っていうんですかね、一番いい方法じゃないかなというふうに思いますので、ちょっと参考にしてみてください。はい、それでは、今日はこの辺で失礼したいと思います。ご興味のある方はぜひチャンネル登録のほどをよろしくお願いいたします。また近いうちに動画を上げたいと思いますので、楽しみに待っていてください。はい、では失礼いたします。